はい。では次は、プルゴノルゴ島へ向かうので、まだビビキー湾に向かいます。はい。では、船が到着したので、乗ります。船旅だ。こう景色を楽しみながらまったりと現地に向かいたいと思います。はい。ということで、プルゴノルゴ島へ到着したので、向かいます。南端まで行く。はい。では、これを調べます。ギチギチギチ。大マシンは何かに気づいたよ。ギチギチギチ。あれほど私一人に任せてほしいと懇願したというのに、来てしまったのですか。あなたが冒険者となったのは、人の秘密にいたずらに首を突っ込む性分だからというわけですね。しかしそれにしては人が良すぎるようではありませんか？このようなものに隠れ住み、人との絆を断とうなどと考える輩には話し合いなど意味のないこと。何するんじゃ。わしが苦労してやっと手に入れた戦車、ぶっ壊しちまうなんざ。鬼じゃ。悪魔じゃ。人でなしじゃ。マンドラぐらいに喋らせて、ごまかそうとじゃ無駄ですよ。
聞いているのでしょう。ブッキー、チェブッキー。私はサンドリア大聖堂より使わされた使者、ルーブランス・ミスタル。速やかに姿を現しなさい。やれやれ。サンドリアでくたばるような玉じゃないとは思っていたが。うん、その剣さばき、忘れるはずもない。わしは騙されんぞ。すぐにその剣を捨てろ。おかしなことをすれば、あの鳥がサンドリア王城に飛んでいき、王立騎士団にお前が生きていることを知らせると思え。ふふふ、相変わらず、無駄に用意がいいですね。年を取って臆病にはかかりましたか。だがもう一度よく聞きなさい。私の名は、ルーブランス・ミスタル。ミスタル家はフランマージュの暗殺にて一文字失ったとはいえ、騎士団の間では未だに武勇高き伯爵家。その人脈を使えば、あなたが放つ知らせなど、どうにでもなるのです。観念するんですね。ブッキー・チェブキー。なんじゃと？そのように名高い伯爵家の子孫が、なぜこのようなとこに。誇りだけでは腹が膨らむことでも、悟したか。それは誇りを持たぬ、たるたらしい考えですね。逆ですよ。私の交渉に壮大なる、正義の実現に手を貸すように諭したのです。正義の実現だと？ううお前の一人代わりの正義とやらはタムナジア国と共にとっくの口に滅びたはず。確かにタムナジア国には20年経った未だに獣人軍が残した魔物どもや怨念めいたものが旋回しています。しかしミルドリオンが礼拝堂に張った結界のおかげで地下運搬道はどうにか守られ、その運搬道に築かれた砦にタブナジアの生き残りが、氷が暮らしていることが分かったんですよ。なんちゃと、それは本当なのか？こんなところにくすぶっていなければ、あなたの耳にも届いたことです。すでにタブナジアの生き残りがジュノまで出向き、わざわざジュノの要人を町に呼び入れましたからね。ジュノの？奴らは早速、救助活動の面向を掲げ、若者顔で乗り込んできましたよ。そして、タムナジアの生き残りが気づかないことをいいことに、礼拝堂を荒らしていった。そうか。しかしよかった。そのおかげで最悪の事態とはならなかったわけじゃ。過去の遺物など、わしらにも彼らにも必要ないもの。今彼らを救ってくれるのならば、何もかも一度にくれてやればいい。しかしそれで本当にタムナジアの生き残りたちは救われると言えますか？あの戦いであなたは妻子を失った。生き延びた者たちも皆大切なものを失い、心に大きな傷を受けていました。彼らは今までじっと魔物どもの影に怯えながら小さな砦で息を潜めて暮らすほかなかった。しかもこの状態を呼び込んだ裏切り者たち当人はタムナジアの存在を忘れ去り、のうのうと生きているのです。このままでは、そんな彼らにタムナジアの生き残りたちは頭を下げ、感謝の涙を流すことになります。そんな姿を黙って見ている気なんですか？真実を知るものだというのに。だからといって何ができるというのじゃ。まさか彼らに真実を教えようと。ええ。私はそのつもりです。20年前に大戦の裏で組み立てられた連合軍の黒い企みをね。そして共に手を取り合い、タムナジアの復興を目指そうと呼びかけます。なんじゃと？タムナジアの復興など、お前一人でできるわけがない。ふふふ、その目安がついたからこそ、私は戻ってきたんですよ。タムナジア公爵家の跡継ぎは、すでに我が手中。復興のための資金や戦力は、西国のある資産家からいただく手はずになっている。ただ西国の資産家はタブナジア大聖堂が長い年月をかけて集めた知識と唯一に金をかける価値があるとしています。それらはすべてミルドリオンス企業様が持ち去ってしまい、今はその行方がわかりません。ですから私はあなたに尋ねに来たのです。その知識と唯一の源である、神とアルタイの道を。あなた方はタブナジア大聖堂から神とアルタイへの道を探りよう。二つ目を受けていますからね。
確かにその通りじゃ。しかしわしらでもさすがに真とアルタイまで至ることができなかったのじゃ。それではなぜタブナジア大聖堂はあなたの口を塞ぐよう私に頼んだんでしょうね。それはあなたが何かを掴んだからに他ならない。さあ選びなさい。その口を閉ざすか、その背を閉ざすのか。待て待て、分かって教える。わしらが突き止めたのはな、この道が100年前に一度開かれたということじゃ。本当にそれだけじゃ。100年前に一度？わしが知るのはそれで全てじゃ。わしはこれでさよならじゃ。やれやれ、本当に逃げ足が早い。しかし、聞くべきことは聞け、知るべきことは知ることができたようです。再生の鏡の力で見えた石像。あれはタブナジア大聖堂の宝物庫にあった、断身の石像です。もしあれも、真とアルタユよりもたらされた秘密なのでしょうか。ならばおそらくウィンダスの博士が。はい。ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして、概要欄に Twitter のリンクも貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。